のアルバムであるこのアルバムは、バーント・ウィーニー・サンドウィッチの第二部とでも言うべきもので、ある。いずれのアルバムも、バンドの解散後に、リリースされた、オリジナル・マザーズの未発表音源を収めたものだからで、ある。バーント・ウィーニー・サンドウィッチが一般によくできた、スタジオ作品を収録しているため緻密でよく練られた、印象を与えるのに対し、イタチアローの多くの曲は、 マザーズのステージの模様を捉えており、そこでは、アバンギャルドなフリージャズにしばしば見受けられる、さっき立ち混沌とした、即興演奏が繰り広げられている。このアルバムの悪名高き最終曲にして、タイトルトラックは、約2分間にわたりステージ上の全員が可能な、限りのノイズとフィードバックをかき鳴らし続けたものとしか、言いようがない。興味深いことには、 その終わりに際してある観客がもっと続けるよう叫んで、いるのが聞こえることである。またこのアルバムでは、心からにおいて、ドン・シュガー・ケイン・ハリスの直球勝負の、ブルース・バイオリンとボーカルパフォーマンスが聞けるという、驚くべき見どころがある。バーント・ウィーニー・サンドウィッチと、イタチ・アローはー、にオリジナル・オブ・ザ・マザーズ・オブ・インベンションという台の2枚、組、LP として同時に再発された。 このアルバムでは内側の左右見開きでピストルが歯ブラシに向かって歯磨き粉を打ち出しているイラストをあしらった独自のジャケットを使用している。フランクザッパは野郎系パルプマガジンであるマンズ・ライフ氏の1956年9月号の表紙絵になった特集記事に基づいた破壊的なイメージを作り出すためにイラストレータのネオンパークを招致した。 ネオンにその雑誌を見せた後、ザッパは尋ねた。これを見てくれ。これよりひどい絵なんて描けるもんかね。ネオンは、ウィーゼルズ・リップとマイフレッシュに依拠しながら、シック社の電気カミソリの広告のパロディを制作することでその問いに答えた。このアルバムのドイツ版は、金属製の赤ん坊がネズミ取りにかかっているところを描いたジャケットを用いているが、 これは、ザッパの承認を経たものではなかった。突起のない限り、作詞、作曲はいずれも、フランクザッパによる。ディジャ・ゲット・エニー・オンヤ、ディジ、ゲット・エニー・オンヤ、6時51分深から、ダイレクトリー・フロム・マイ・ハート・ツユー5時16分、セクシュアリー・ガスマスク除曲、プレリュード・ツー・ザ・アフタヌーン・オブ、エーセクシュアリー・アローズ・ド・ガスマスクから3時47分。森の引き返る。 トーズ・オブ・ザ・ショート・フォレスト4時47分にいただき。ゲット、エイ・リトル2時31分、エリック・ドルフィ・ーメモリアル・バーベキュー、エリック・ドルフィ、ーメモリアル・バーベキュー6時52分、ドゥー・フ・ネビュラ、ミュージック、トワーフ・ネビュラ・プロセッショナル・マーチ・アンド、ドワーフ・ネビュラ2時12分、ギターでお袋を、殺してやりて、マイ・ギター・オン・ツ・ツー・キル・ユママから3時32分、王の、 おのお1時45分オレンジカウンティランバートラックザオレンジカウンティランバートラックから3時21分いたちやろう、ウィーゼルズリップとマイフレッシュ2時8分アルバムありがとうございます